はい、本日やっていくのは妄想ビフォーアフター、こちらのアプリゲームになります。アプリゲームをするのはずいぶん久しぶりなんですけれどもね、なんか面白そうなんでついついインストールしてしまいました。まあよくあるタップゲーというんですかね、イラストをタップしていくゲームです。どんな展開が待っているんでしょうか。かなり楽しみです。はい、さて、では早速スタートしていきます。ステージ1は農園での妄想。もういきなり特殊ななんかステージですね。農園か、農園っていうとどういう場所なんだ。ここはとある牧場、牧場、女の子は仕事中のようだ。彼女は何を集めているところだろう。まあこれは簡単ですよね。牛のお乳ですよね。はい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 、うん、正解、よかった。これで不正解だったら笑っちゃうけどね。乳搾りをしている彼女が集めているのは当然牛乳である。慣れた手つきで行われる乳搾りに牛も心地よさそうにしている。うん、やっぱうまい下手ってあるのかね。そこら辺はちょっとね、牛さんに聞いてみないとわからないけれども、はい、では進めていきましょうか。実はこの中に女の子に好意を寄せている存在がある。それはどれだろう。あー、なんかちらっとね、左下あたりに映ってたあれかな。だよね、これはやっぱりこういう目つきをしているっていうのは男の子なのかな。ね、可愛い女の子がいるとね、牛でさえもこう発情してしまうみたいな、そんなことなんでしょうか。はい、ではこのお牛さんで決まりということで、はい、正解。この正解の女の子は実は可愛いね。2歳のお牛、年男だ。生まれた時から世話をしてくれている彼女にいつしか好意を、抱くようになった。はあ、そんなことがあるんでしょうかね。ね、動物の種の差を、垣根を越えた恋愛ということでしょうかね。お牛の年男は逆に自分が女の子の世話してあげたいという、叶わぬ願望を抱くようになっていた。それは、奇跡的に成就することとなる。それはどこを見ればわかるか。マジか、そんなことある。それは確かに奇跡的だわ。立場が逆転するっていうことだもんね。はあ、はあ、素晴らしい、素晴らしいね。なんかね、もういかにもそれっぽいゲームのワンシーンみたいな感じになっちゃってるけど絞ってるんだこれ立場が逆転してるっていうことね。この機械のあの服よかな、胸のあたりとか押せばいいのかね。ちょっと抵抗があるけれども、あら、不正解、不正解なんだ。どういうこと。違う、じゃあ首のあたり、首か機械ってこと。どっち押せばいい。とりあえず試してみるか。別にね、首の方ね。あ、違う、こっちも違うんだ。これは思わぬところで、まさかね、この一番最初の、展開というかシチュエーションの問題で詰まるとは。あ、ここなんだなんと牛と人間の立場が逆転し、年男の願望通り女の子を世話する飼育員になったのだ。そうか、そっちを押せばよかったのか。なんかね、ちょっと分かりづらかったな。飼育員となった年男はもう一つの願望を叶えることとなった。それはどこを見れば分かるか。まだ願望がある。年男欲張りだな。もう一つの、それはもうあれじゃないの、乳搾りじゃないの。はい、年男は密かに願望を抱いていた女の子の乳搾りをしている。年男は満足そうな顔をしているその時だった。ごめんね年男、お別れみたい。おお、どういうこと。その声、年男は、妄想の世界から戻ってきた。目の前には涙を浮かべる女の子がいた。外には仲間の牛が積み込まれたトラックがある。年男は全てを、悟り絶望したのだった。はい、年男さよなら、ここでさよならリタイア。はい、退場。かわいそうにね、まあ押すだけにやっぱりね、出荷されていく運命だったのでしょうかね。はい、ステージ2も特殊ですね。植物園での妄想、今度は舞台が植物園ということですね。はい、どんなことが待っているんでしょう。とある男子高校生は最近、植物園に来ることにハマっている。植物が好きなの。特にここのコーナーが彼のお気に入り。何が展示されているのか。なるほど。あ、これはもう簡単ですね。食虫植物、俺も大好き食虫植物。植物なのに肉食っていうところは魅力的ですよね。はい、案内には食虫植物の世界と書かれている。彼は食虫植物を観察することにハマっているのである。絶対他にもハマっていることあるでしょう。彼がここのコーナーにハマっている理由は、来た、食虫植物の他にもう一つある。もうこの女の子だよね。帽子かぶって可愛い、なんか清楚な感じのね、女の子。はい、はい、正解。評価はまだ後で。
このコーナーの可愛い女性スタッフを見ることだ、話したことすらないがお姉さんとあんなことやこんなこと妄想する、もうどいつもこいつも、さっきは牛だったからねあれだけど、まあ、今度はね健全な男の子なんで、まあ、妄想もやむを得ないかとは思いますが、そんな彼の妄想がなんと現実化したしてしまった。彼の妄想の内容はどこを見ればわかる、ほう、どこを見ればわかる。はい、じゃあ早速見てみましょうかね。はい、ポチッと。おはは、来た。なんかありそうですね、こういう妄想の、なんかそういったね、アニメというかなんていうか、はい。食べられそうになっているお姉さんを助けなきゃ。これはいいとこを見せる場面ですよ。じゃあ、ここら辺押しとけばいい？はい。巨大化した植物、食虫植物から触手のようなつるが生え、お姉さんを絡め取っている。それだけではなく、消化液をお姉さんの服を溶かし、みだらな姿が現れたとなっている。ふえー、助けて。彼の妄想はなかなかにマニアックのようだ。確かにその消化液は肌は溶かさないんだね。服だけうまい具合溶かしてるみたいなね。そしてここからがクライマックスである。彼がお姉さんを助ける展開までしっかりと妄想済みなのだ。お姉さんを助ける道具はどれだろうか。なるほどね。まあね、自分が勝手に妄想する分だからね、自分に都合のいいシチュエーションにはなっちゃうよね。奥のあれだね、なんかハサミみたいなのもあるもんね。もうこれで決まりでしょうか。はい。はい、正解。はい、じゃあ、はい、正解。ネクスト。庭師から大きなハサミを奪い取った彼は、食虫植物の懐へと飛び込んだ。迫り来る触手の攻撃を、華麗に避けてその茎を糸を両なした。けー、彼の攻撃により、植物は倒れ、無事にお姉さんを解放することができた。お姉さんの、一言を待っていると後ろから声が聞こえた。お客様、閉園時間となります。はい切ないね。終わっちゃった。現実世界では彼はただの植物オタクに過ぎないのであった。妄想の世界ではヒーローだったけどね。うん、まあそれは致し方ない。まだまだチャンスあるかもしれないからね。ステージ3、街角での妄想。これはよくあるパターンな気がするね。うん、街角での妄想、どんな妄想でしょうか。では進んでみましょう。とある男子高校生が歩いてきたところ、前から走ってきた女の子とぶつかってしまった。やっぱりこう来たか。彼はぶつかった直後、自分の中で何か抜ける感覚を覚えた。何が抜け出たのだろう。抜け出た、それはもうあれじゃないの、肉体から脱出したっていうことでしょ、要するにね。はい、じゃあ閉じて。はい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 、2つ魂が浮かんでるだね。お、はい、正解。魂が抜け出てしまったのだ。倒れた後は彼は浮かんで自分の魂を見ながら意識を失ったのであった。そのわずか数秒後、彼は意識を取り戻した。倒れながら目を開けると、うん、どういうこと。そこには絶対にありえないはずの。ははなるほどね。これはもうあれだね。あ、違う、こっちじゃない、向こうか。向こうを押せばいいってことか。はい、絶対ありえないはずの存在、自分がなぜかいるっていうことだよね。はい、閉じる。はい、正解。目の前にいたのは彼自身だった。彼は夢かと疑い、頬をつねるが痛みを感じるだけだった。なぜか目の前には彼自身が同じ行動をとっている。そして同時に自分の体がいつもと全然違うことに気づいた。気づいてしまった。はい、彼は自分の顔を確認しようとすると、何を使って、なんか携帯持ってるもんね。うん、これで確認するんでしょう。これはまあ普通にね、ポチッと。はい、正解。スマホの自撮りカメラを使って彼は自分の顔を確認した。そこにあったのは彼の顔ではなかった。さっきぶつかった女の子の顔だったのだ。やったね。これはね、この機会にちょっとね、普段、考えてることを実行に移さないと。これが夢でないとしたら、女の子とぶつかって体が入れ替わったという推測に彼は行き着いた。それに気がついた彼はおそらく男の本能的にある行動に出た。はい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 、ということですよね。はい、胸の方をちらっと、まあ、胸だけじゃなくて下半身の方もとかね、やっぱりこの年頃は思うのかもしれない。いやいや、みんなが思うわけではないけどね。はいはい、正解。はい、女の子の体になった彼は T シャツの、首元を引っ張り胸を見ようとしたのだった。その瞬間だった。やめて。おそらく中身は女の子の彼の体がそれを阻止しようと体当たりをしてきた。2人は再び激しくぶつかる。気がつくと彼は元通りの体になっており、ほっとすると同時に少し悔しがったのだった。悔しいの気持ちの方がこの子は多分ね、高かったと思うけどね。はい、まあでもそんな都合のいいことはないよね、やっぱりね。
ていうかね、みんながみんなこんなこと考えてるわけではないんでね、女の方は引かないでくださいね。はい、遭難での妄想はそうなんですかということで、大学の何これ山登りサークルの所属する男女が登山で仲間としてあぐれてしまった。2人は吹雪の中道なき道を進み、運よくこの古びた山小屋に駆け込んだところだ。男は携帯の電波が入らないが、これを使えば連絡が取れるかもしれない。お、何か置いてあった山小屋に。あー、トランシーバーかな。はいはいはい、こういうのあるのかね、山小屋。山登りしたことないからよくわかんないけど。はい、トランシーバーが置かれていた。早速電源を入れるが起動しない。どうやら電池が切れているようだ。二人はひとまず吹雪が止むまではここで助けを待つことにした。まあしょうがないね、問題は寒さだ。山小屋の中とはいえ、室温はマイナスになっている。これは使えるかな。女が暖を、取れる何かを発見した。なんかあったね、そういえばストーブみたいなの。これだろうね。うん、なんか急に真面目な話になったぞ。大丈夫か、このまま面白くないまま進んだりしないよね。はい、正解。次は何度じゃない、部屋には薪ストーブが置かれていたが薪が見つからない。肝心の着火剤。こうしているうちに2人の体温を奪われていく。この状況を打開すべく男はある提案をした。女は最初は拒否したが男の懇願によりついに折れた。男がした提案とは何だろうか。なるほどね、暖を2人で取るって言ったらやっぱりこれか。はい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 、やっぱね2人でねくっつき合ってね暖を取る、まあ、これは仕方がないといえば仕方がないのかな。このままでは凍死しちゃうもんね。はい、じゃあポチッと。はい、正解。はい、裸になって温め合うのだ。男はこんな状況にもかかわらず気になる女と裸で密着できることに興奮を隠せない。ちょっと変なの当たってる。だが、吊り橋効果だろうか、最初は嫌がっていた女も体を寄せるようになっていた。いやいやいや、これは妄想だろうそんなことはやっぱりないと思うんだよね。はいはいはい、うん、まあ、こんなシチュエーションになったらね、嬉しいのは嬉しいよね、やっぱりね、状況にもかかわらずね。はい、2人はいい雰囲気で身を寄せ合っていた。遭難してむしろラッキーだったなと男は考えていたその時だった。突然としてこの夢のシチュエーションは終わりを告げたが、それはなぜだろう。なるほど、ということはこの気になってた後ろの窓から覗いている人かな。ここが気になるんじゃない、気になるとか関係あるんだろうね。正解。助けに来た仲間に見つかってしまったのだ。ちょっとあんた起きなさい。目を開けるとさっきまで身を寄せ合った女の子の姿がどういうこと。実は遭難したのは男一人で、さっきはただの夢だったのだ。マジでまさかの一人だったんだ。低体温症じゃないか、わしが温めよう。こうして男は顧問の中年男のふくよかな体に温められた。うわ最悪、これトラウマになっちゃうよね仕方がないのかどうかわかんないけど、これはもうトラウマだわ。山登りなんかしたくありませんってなっちゃいますね。まあいや、それよりも他にいろいろとトラウマになるけど。電車での妄想ステージ5か、これで最後にしようかな。はい、通学中の男子高校生には毎朝の電車内である憧れの存在がいるようだ。それは誰ってもう決まってんじゃね。この綺麗なね OL 風の女性でしょう。年上が好きなのかな。はい、ぽっちりと。正解。いつもドア付近に立っているお姉さんだ。美人でスタイル抜群、その佇まいからいい女オーラがムンムンである。男子高校生はいつかお姉さんとお近づきになりたいと考えていた。なるほどね、年上に憧れる年頃なのか。そんな男子高校生の妄想が実現したらしい。男子高校生はお姉さんと接近するためのアイテム手に入れた。へ、この時計、目覚まし時計、どういうこと、これ使って何するの。おう、どんなきっかけを作ろうとするんだ。まあ押してみようか。はい、正解。はい、男子高校生は手についてんボタンのついた時計を持っている。これはあーっとすごい時間を止める。はい、時を止まれと叫ぶと時間が止まるのか、それともこれは心の中で言うだけでいいのかな、それとも景気づけか。まあいいや、時を止まれということで、時間を止めてあれやこれやしようっていうことなんでしょう。時間を止めるボタンが発動されたようだ。男子高校生が真っ先に行った行動は何。ああ、来た来たぞなんてことをしてるんだお前は。なんか男はみんな変態だと思われちゃうぞこんなことしたら。はい、正解。
はい、お次は男子高校生お姉さんのスカートを、まぐり上げ、その中に顔を突っ込んだ無憤という気持ち悪い声がスカートから漏れ出る中で彼がどんな顔をしているのかもうね、ほんとやめてほしいね。女性の人が見たらね、ちょっと嫌な思いをされているかもしれませんが、ごめんなさい、男子高校生はスカートに顔を埋めながら次の行動に出るようだ。本当はどれだけ柔らかいのか確かめなければ。男子高校生はどこに手を伸ばした。もうわかるよね、これはね。さっき左手が上に上がってるの俺も見たしね。はい、じゃあこれはね、あのふくよかな胸のあたりにポチッと。はい、はい、正解。男子高校生はお姉さんの、早急に手を伸ばし、思い切り手を開いた。そして掴みかかろうとして、その瞬間、次が渋谷、渋谷。電車のアナウンス音で彼をハッとした。次で降りなきゃ。こうして彼の妄想劇場は幕を閉じたのだった。これは妄想していただけなのか、実際に時は止まったとかそういうことじゃないよね。そういう時計があるっていうところから妄想だったっていうことだよね。じゃないとね、あのアナウンスとかないもんね。うん、はい。ステージ6もちょっと気になるね。刑務所での妄想っていうのもなんか面白そうだけど、はい、ここはちょっとタイトルに戻りましょうかね。はい、ステージ5までやってまいりました。妄想ビフォーアフター、いかがだったでしょうか。もしね、あのダウンロードして、やる場合はね、電車の中とか周りの人に見られないように気をつけてください。内容が内容なんでね、この人何してんだろうって思われちゃうんでね。はい、特にね、女性とかに見られたらね、もう本当男ってね、スケベだなって思われる、そんな内容の、ゲームでした。